皆様こんにちは。皆様は、ハノイの塔をご存知ですか？ハノイの塔は、パズルの一種で、3本の棒があって、その左側に重なっている穴の開いた円盤を、右側に映すものです。ただし、円盤の大きさは全て異なっていて、下にある円盤より大きな円盤を置くことはできません。また、一度に動かせる円盤は1枚だけです。例として、3枚の円盤でやってみます。最小手数で解く場合は、動画の通り7回です。この動画では、N 枚の円盤を動かす時の最小手数と、その時の動かし方を考えていきます。その前に、より知識を説明したいと思います。ハノイの塔の最小手数を求める前に、数列の前化式について説明します。まず、0、2、4、6、8という数列を考えます。次に、それぞれを A1、A2、A3、A4、A5と置いて、N 番目の5数列のそれぞれの数を AN とします。そうすると、この数列を次のように表せます。AN は 2N-2 もしくは、A1 は 0、AN+1 は AN+2 となります。この時、前者の N の式で表された AN を一般項と言い、後者の3つの数式を前化式と言います。そして、1、2、4、8、16という数列を考えます。次に、先ほどと同様に、それぞれを A1、A2、A3、A4、A5 と置きます。この数式を一般項の式で表すと、AN は2の N-1 乗となり、前化式で表すと、A1 は1、AN+1 は 2AN となります。ここで、等差数列と等比数列の一般項と前化式についてまとめます。等差数列とは1つ目のような数列のことで、等比数列とは2つ目のような数列のことです。前化式が、A1 イコール A、AN+1 イコール AN+D の時、この数列の一般項は、画面の通り、AN イコール A+N-1D となります。前化式が、A1 イコール A、AN+1 は R、AN の時、この数列の一般項は、AN イコール AR の N-1 乗となります。では、前化式に AN+1 イコール PAN+Q が含まれる、数列の一般項はどうなるのでしょうか。これをグラフに置き換えて考えてみます。Y イコール X、Y イコール PX+Q の2つのグラフが与えられている場合、後者について、X イコール AN の時、Y イコール PAN+Q、すなわち Y イコール AN+1 となります。同様に、X イコール AN+1 の時、Y イコール AN+2、X イコール AN-1 の時、Y イコール AN となります。よって、この数列の項は、階段上の赤線とグラフが接する赤線の座標と対応します。この赤線がずっと続いているものとすると、2つのグラフの交点の座標も、数列の項に対応すると考えられます。この交点の座標を CC とすると、Y イコール PX+Q のグラフは、Y-C イコール P-X-C と変形できます。つまり、AN+1 イコール PAN+Q は、AN+1-C イコール P-AN-C に変形できます。例題として、数列 AH イコール0、AN+1 イコール3AN+2 の一般項を求めます。この式を先ほどの形に変形するために、C イコール 3C+2 を引きます。すると、AN+1-C イコール 3AN-C となり、先ほどの形の式に変形できました。ここで、2の式より、C イコール -1 なので、先ほどの式に代入すると、AN+1+1 イコール 3AN+1 が得られます。そして、AN+1 イコール BN 変形すると AN+1 イコール BN+1-1 と置くと BN+1 イコール 3BN となります。3と仮定より B1 イコール AH+1 イコール 0+1 は1なので、この3つの式を前化式として一般項 BN を求めると BN イコール 3の N-1 乗となります。
最後に、3より、AN イコール BN-1 イコール3の N-1 乗-1となります。従って、答えは、AN イコール3の N-1 乗-1となります。この計算を用いて、ハノイの塔の最小手数を求めます。では、ハノイの塔の最小手数を考えます。円盤が1枚の時は画面の通り1回です。続いて、円盤が2枚の時は3回です。円盤が3枚の時は7回です。円盤が4枚の時を考えます。この時、次の3手順で解くことになります。まず上3枚を真ん中に移します。次に一番大きい円盤を右に動かします。最後に上3枚を右に移します。最初に3枚動かすには、円盤が3枚の時に右に移したものを真ん中に持ってくればいいですから、7回動かせば良いことがわかります。下の円盤を動かすのは1回でいいです。最後に3枚の円盤を右に動かすには、こちらも7回必要です。よって、円盤が4枚の時の最小手数は15回です。円盤が5枚の時は、上4枚を中央に、下1枚を右に、上4枚を右に動かすので、画面の通り計算して31回です。円盤が N たす1枚の時は、上 N 枚を中央に、下1枚を右に、上 N 枚を右に動かします。N 枚の円盤を動かすのに必要な回数を AN と置くと、最小手数は AN たす1は 2AN たす1となります。そして、円盤が1枚の時の最小手数は1回なので、A1 イコール1です。点火式が完成したので、あとは一般項を求めるだけです。画面の通り、一般項は AN イコール2の N 乗-1です。つまり、円盤が N 枚のハノイの塔を解くには、円盤を2の N 乗-1回動かす必要があります。まず、円盤が1枚の時は、円盤を右にそのまま動かすだけです。次に、3枚以上の奇数枚の時は、一番上の円盤を右に移して、上2枚を真ん中に移します。そして、一番下の円盤以外をすべて真ん中に移し終えるまで、上3枚を右に、上4枚を真ん中に、動かします。一番下以外を真ん中に移し終わると、一番下の円盤を右に動かします。最後に、一番上の円盤を左に、上2枚を右に、上3枚を左に、上4枚を右に、動かして終了です。最後に、偶数枚の時は、一番下の円盤以外を真ん中に移し終えるまで、一番上の円盤を真ん中に動かして、上2枚を右に、上3枚を真ん中に、上4枚を右に、動かします。一番下以外を真ん中に移し終わると、一番下の円盤を右に動かします。最後に、一番上の円盤を右に、上2枚を左に、上3枚を右に、上4枚を左に、動かして終了です。これで、ハノイの塔の最小手数と攻略手順の説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。